どうも、ジョナゲームズのザタでーす。ということで、今回はですね、トイレットタワーディフェンス遊んでいきたいと思いまーす。はい、ということで今日はですね、トイレットタワーディフェンスのパートナーのね、実験部屋に来ております。というところで、今日はですね、いつもだったらね、100体設置チャレンジということでね、エンドレスモードやっていってるんですけど、今日はエンドレスモードではなく、こちら！はい。あそこに見えるザ・ボイド・アビズマルモードですね。新たなね、新難易度というところでね、最近追加されたこのね、新たなステージなんですけど、これをですね、攻略していきたいと思います。で、今回ただね、攻略するだけだとつまらないので、こちら！はい、グリーンレーザーカメラマンですね。まあ、ザタさんもね、前からお世話になっているこのグリーンレーザーカメラマンなんですけど、これをですね、もう置けるだけ置いて、まあ、何ウェーブまでいけるかっていうのをね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、動画最後まで楽しんで言ってください。まあ、なのでもう100体200体下手したら多分300体ぐらいまでね置けんのかな、ちょっとわかんないんですけど、とりあえずダダさんのね、あのパソコンの限界まで置いていきたいと思いますので、ぜひね最後まで見ていってください。それではですね、ザ・ボイドを挑戦していきたいと思います。さあ、それではですね、ザ・ボイドをやっていきたいと思います。まあ、このエリアはですね、結構ね広いからね、まあ、ちょっと置けるだけね置いていこうかなと思うんですけど、ちょっととりあえず置いていきましょうね。さあ、とりあえずまあ、どうだろうね、200、300体ぐらいまでね置けるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、とりあえず恒例のですね、アドマニーしていきましょう。アドマニー、アドマニー、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。はい、というところでね、とりあえず資金を1億ねやってみました。でですね、これだとね15体しか置けないので、ですね、100体ですね。あ、待て、まず上限を解放して、条件を解放して、これですね。セット、インバイ、あ、これじゃない、間違えた。もうコマンドがね、ややこしいんだよね、これ。セット、プレイスメント、リミットですね。さあ、これで何体置きますかっていうところなんですけども、あれこれじゃないね。あれちょっと待って。あれどれだっけ、あれ同じ、ん、待って、同じコマンドやってる。あ、間違えた。これだ。セット、プレイスメント、リミット。これね。これを、どうだろう。じゃあ、とりあえず1000体。1000体までね、解放しておきましょう。さあ、というところで、さあ、だからね、これはね、ちょっと、どう、まあね、多分、初めてのね、この企画なんですけども、そもそもこれ何体置けるんだろうっていうところなんですよね。結構ね、まあ範囲もそこそこ広いし、ね、そう、これね、スペースをさ、あんま取らないから、結構これいけんじゃないっていうグリーンレーザーカメラマンだけで、ね、さあ、というところで、まあ、とりあえずね、どうしよう。とりあえずね、まあ、100体、200体、まあ、300体ぐらいまでいけると思いますので、ちょっとね、早送りやっていきたいと思います。98、99。はい、これで100体ですね。はい、というところで100体設置し終わりました。今、ウェーブ22というところなんですけど、瞬殺ですね。いやいやいや、これでも結構強いんじゃない？グリーンレーザー。これちょっと意外といい、いい企画かも、これ。これさ、本当に、グリーンレーザーカメラマン、なんだかんだ範囲も、まあ、そこそこ広いし、ダメージもね、まあ、本当に、塵も積もればっていうところなんですけど、いや、でもこれ、ちょっと待って、意外といけちゃうこれ。あ、でもな、まあでも、多分後半ね、後半結構きつくなってくるから、とりあえずね、どうだろう。っていうか待って、追いつかない。もうやばい、腕が痛い、もうクリックが。さあ、というところなんですけど、まあでもとりあえずね、とりあえず、まあね、100体だけだと多分ね、後半突破されると思うので、まあもう100体かな。とりあえず200体ぐらいまでちょっと設置していきましょうというところでね、ちょっとまた、さらなるね、100体に向けて早送りしていきたいと思います。腕が痛い。98、199。さあ、これで200。ちょっと重くなってきた。はい、ということで200体設置しました。うえ。すごいね。音が。いや、でも、これちょっと待って。200体設置しすぎたか。ちょっとこれで一回様子見ようか。すごい、もう、すごいレーザー光線の数。うわ、怖っ。怖いね、これ、ちょっと。何これ。怖い、怖い。ちょっと待って。これスクショ撮ろう、これスクショ撮ろう。これスクショタイムだね。これスクショタイム、スクショタイム。さあ、っていうところで、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。微妙に撮れない。ここだ。いや、すごいね。これはでも、なんか凄そうだよ。音が、おにょ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 になってるよ、これ。
すごいね。さあ、もうウェーブ35まで来たんですけど、これどうしよう。200体、もう難しいんだよね、これ。200体設置チャレンジみたいな感じにするのか、どうなんだろうな。とりあえずね、クリア、ね、アビズマルモードをクリアっていうところがね、ポイントだと思うので、まあ、ちょっとだからとりあえず、この、今回200体で様子見ようかな。そう、200体で様子見て、で、もし突破されそうになったら、ちょっと追加で置いていくみたいな、そんな感じにしようかな。はい、というところで、じゃあちょっとね、どこまでいけるか。まあ、でも今のところまだ全然苦戦してないんだよね。だってここまで、まだこのね、ほんと入り口で瞬殺っていう感じだからね。まあ、グリーンレーズはやっぱ範囲広いから、結構強いのかもね。はい、というところで、じゃあちょっととりあえずですね、ちょっともう少し早送りね、やっていきたいと思います。ちょっとここら辺からやっぱね、きつくなってきた感じがしますね。はい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 。おぉ、ちょっと待って。やばいやばいやばい。あ、ちょっとやっぱ後半、あ、ちょっと待って、これどうだろう。この感じ、あ、でも今のところここまでで、ここで食い止められてるからな。いやー、これどうだ？ちょっと待って。まあでもちょっと、まだね、まだここだからな。ちょっと自動スキップ入れてみるか。ちょっと一回スキップ入れて。ここら辺、まあ半分ぐらいまで、ここら辺まで来だしたらね。ここら辺まで来だしたら、じゃあちょっと追加していくっていう感じにしようかな。いやでも結構やっぱ、このアビスマラドモード、後半が結構きつくなってくるんですよね、そう。さあさあさあ、ウェーブ44までやってきたよ。すごい、もう、音が、ほにゃ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 みたいな。あ、でもまだ余裕だね。まだでも全然余裕だ。ここまで来てないもんね、まだ。ここの1回目の、1回目の折り返しクランクで止まってるって感じだもんね。さあさあさあ、40、あー、でも結構、あー、やばい、あー、でも絶対、うわー、やばい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 。さあ来るか。ここまでまだ来てないんだよね。ここの2回目のこのクランクというか曲がり。さあ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 。いや、でも強い強い。でもゴリゴリ減ってってるよ。あ、でも全然大丈夫だね。意外といけるか。200体チャレンジぐらいがいいのかな。これ、どうなんだろうな。ちょっとわかんないな。いや、でも、あー、でもこっからきつくなってきそう。ちょっと待って。こっから結構きつそうだね。さあ、ウェーブ46あたりで、あーっと、おっと、おっと。ちょっとこれは、これちょっと待って、これどうしよう。スキップ入れてるからっていうのもあるけど、あー、どうしよっかな。スキップ入れとくか。スキップ入れて、あー、でもちょっと待って、結構、あー、もうここまで来たね。さあ、あーっと、さあ、あ、来た。やばい。ちょっと待って。そろそろ設置しておこうかな。ちょっと待って。もうちょい。あの、折り返し来たら設置していこう。折り返し来たら。これ多分。あ、来たらね。やべ、よし、設置しよう。オッケー、設置しよう。さあ。やばい。さあ。ちょっと待って。そして、重い。やばい、これパソコン落ちるか。やばいぞ。さあ。やばい。ちょっと待って、自動スキップ入れてるからやばいぞ。さあ。とりあえず置いとこう。うわー、やばい。これやっぱ300ぐらいが適正なのかな。やばい。ちょっと待って、マジでもう腕がやばい。来てる。ちょっと待って。一回スキッパーそう。ちょっと待って。300だ。あー、ちょっと待って。やばい。ちょっと待って、一回スキップ外します。外すんだけど、ちょっと待って。ああちょっと待って。あーやばい。嘘。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。やばい。OK、とりあえず置こう。もうとりあえず置きまくろう。ちょっと待って。とりあえず OK。ちょっと、もう間に合わない。ダメだ。死ぬ。やばい。死ぬ。ちょっと待って。はい、ということでいかがでしたでしょうか。アビズマルモードチャレンジということでね、やってきたんですけど、やっぱ200体じゃ難しいっていうことが分かりましたね、今回。まあ、なので、どうだろうな、何体ぐらいいいのかな ?300 体、400体ぐらい一気に設置して検証するっていうのがいいのかな。
ね、ちょっとまあね、検証方法はちょっとまだね、ちょっと余地がね、改良の余地があるんですけど、ちょっと皆さんもしよかったらですね、こういうチャレンジにした方がいいんじゃないっていうのありましたら、ぜひね、コメントしちゃってみてください。だから最初にどうだろうね、300体、400体置いて、様子を見るっていう方がいいのかな。ちょっとわからないんですけど、ちょっと皆さんのね、コメントお待ちしておりますので、じゃんじゃんコメントしちゃってください。はい、ということで本日はこれにて動画終了したいと思います。引き続きですね、こちらトイレットタワーディフェンスのね、またいろんな実験やっていきたいと思いますので、もしよかったらね、続きが気になるよっていう方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマークのところですね、そっちポチッと押して、次回の動画もね、楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。